Hi, welcome back to my channel. It's Saki. 皆さんこんにちは。ニューヨーク在住アーティストの Saki です。今日は新企画というか、どっちかというと久しぶりになんですが、1月の振り返りをしたいと思います。大学院時代に実はセメスターごととかたまに振り返りの動画を上げていたんですけど、それを今年からまた復活させて、そして皆さんから1月にいただいたコメントに対して返す時間を毎月設けたいなと思っています。あとはね、買ったものとか嬉しかったこととかアナウンスメントがあればこの企画の中に入るんですけど、早速皆さんにお知らせがあって、私この度 Adobe Express のアンバサダーになりました。イエーイ。アドミさんとは去年の CC 道場からお付き合いがあったんですけど、この前ビジョンボードの動画を作って、その時は全然私が作りたかったから作ったんですけど、その後にアンバサダーにならせていただくことが決まりました。アドビは私は大学時代からもずっと使っていて、もちろん動画編集はプレミアプロとか、フォトショップ、イラストレーター、XD、インデザインって、すごくいろいろなものを実は使ってるんですけど、あんまりこう動画でどうやって紹介したらいいのかわからなくて、今まであんまり紹介してこなかったんですが、アドビエクスプレスだと誰でも簡単にかっこいいデザインが作れるっていう、初心者の方やデザインをやってみたいけどうまくできるかどうかわからないっていう方はもちろんのこと、私はモーショングラフィックスとかね、こうかっこいいこう文字が飛んでくるとかあるじゃないですか、ああいうのが苦手なので、今後動画にもっとアドビエクスプレスを使うことで取り入れられるんじゃないかなと思っています。なので今後、定期的に Adobe Express を使って例えば何か作るとか紹介する機会があると思うので、よければぜひ皆さんもチェックしてください。 Adobe の Creativity for All っていうスローガンというかテーマがあるんですけど、それにね私はすごく共感していて、私もゼロからのところからアーティストになったから、自分にクリエイティビティがあるかどうかわからなくっても、そしてなかったとしても自分の描いたものを形にできるんだっていうソフトウェアを提供しているアドビさんとパートナーシップが組めてとても嬉しいです。ありがとうございます。ではそれ以外で1月にまずちょっと買ったものを皆さんに紹介したいんですけど、実はこの今見えてるこのマイクを買いました。私の多分動画のところにもなんかチップを送るみたいなところがあると思うんですけど、それでいただいた、お金で買いました。ずっとこう動画のクオリティを次もう一段上げるためには、次はマイク、そしてライティングだなと思っていたので、 YouTube で活動しているものがこうやって YouTube に還元できる形になってとても嬉しく思います。皆さんいつもサポートありがとうございます。あとはね、買ったもの、まあ買ったものでもあるし、皆さんにちょっと紹介したいのがこの本を買いましてですね、実はこの本で Meaningful Mission という言葉があるんだけど、それについて動画を作って、全部英語なのでちょっと編集に時間がかかるので、もうちょっと待っていただきたいんですが、動画を作ったので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。私たちの人生の目的とかミッションとかを見つけようっていう簡単に言うと本なんですが、今読んでるんですけど、とってもいいので、日本語版まだないと思うんですが、ぜひ私の次の動画を見ていただければなと思います。あと買ったものではないんですけど、私今月末に新しいアパートメントに、引っ越します。普通にもうリースが切れるのでニューヨーク内で引っ越しをします。引っ越しのね2日後とかにプロダクションが始まって、そのプロダクションが終わった瞬間に自分のプロダクションがあるので、ちょっとこっから仕事がねドドドドって続くので、 YouTube の両立を頑張りたいなと思っています。ビジョンボードを年始に作ったじゃないですか。あれやっぱりね、まだ1ヶ月しか経ってないけどとってもいい。あれを意識してやっぱり毎日生活できるようになるから、皆さんもしビジョンボードを興味があって作りたいなと思う人はぜひ動画を見て作ってみてください。私はねとても生活が効率化しているというか、明確な目標があるってやっぱりすごく生活しやすいことだなって実感した1月でした。はい、ここからはいただいたコメントに少し答えたいと思います。このコーナーでは今回は多分全部質問答える形になるんですが、視聴者の皆さんにも見ていただきたいなと思うコメントがあったらぜひ紹介しますね。以前グループレッスンの動画にいただいたコメントを2つ紹介したいと思います。ゆり LX2LM さん、
最近モチベーション維持に悩んでいたのでありがたい動画でした。ありがとうございます。 Keep it simple なかなか難しいですができるようになりたいなって思ってます。サキさんはニューヨークでいろんな英語に触れているので慣れているかもしれませんが、最初国ごとのアクセントや発音に慣れなくて困ったことはありますか？まだ慣れてなくてグループの人が話している内容がわからない時のリアクションに困っています。はい、最初はすごく大変だった気がします。私たちが普段慣れ親しんで英語の教材とかで聞いてる英語ってやっぱりすごく綺麗な英語だから、そういう風に誰もが話してるってやっぱり全然限らなくて、ニューヨークだったら例えばスペイン系の人が多いとか、イミグラントの人がね全体的に多いとか、あとは他の地域に比べて黒人の人の割合も多いとかで、本当にいろんなアクセントが混じってる場所なんですね。なので最初は聞き取れないなと思うことがありました。で、安心してほしいのが、これ皆さんが英語喋れないから聞き取れないんじゃなくて、英語話者でもニューヨークに来た時にアクセントで全然聞き取れなくて困ってる友達とか知り合いをいっぱい見たので大丈夫です。これはネイティブにも起こることです。対処法としては正直慣れるしかないんですけど、私は今慣れた上で何が足りてなかったな当時っていうのは、もちろんボキャブラリーが違ったらそれは大きいんですけど、あとはイントネーションのリズムとかですね、単語は知ってるのにやっぱりリンキングって言って言葉のつながりが多かったりとか、イントネーションリズムがいつも聞き慣れてるものと違うと結構戸惑うので、それは何回も何回も聞いてるうちにリズムで慣れていくと思います。グループの人が話している内容がわからない時のリアクションについては難しいと思うんですけど、もうシンプルに聞いちゃえばいいと思います。使える表現としては I'm not following you、 あまり話の内容についていけてないとか、 Could you elaborate that、 もうちょっと詳しくそれを話してくれるとか、 I don't know anything about it so could you explain it to me とか、いろんな形でこう聞くのが一番こういいんじゃないかなと思います。やっぱり分からないとね、どうしても流してしまうことが多いと思うんだけど、それじゃあなかなか自分も話せるようにならないし友達もできないと思うので、ぜひ聞いてみる勇気を持ってください。はい、じゃあ次のコメントを紹介します。最近頭の中の独り言も英語で話すように努力しているのですが、分からない単語や表現が出てきた時に地道に辞書とかディープルで調べているのですが、何かアドバイスがあったらよろしくお願いします。ちなみにさきさんは頭の中では日本語と英語はどれくらいの割合ですか？話し相手と環境によるので、英語を喋ってる時は完全に英語だし、でも日本語で喋ってる時も最近英語の方が出てくるということも多くなってきましたね。日本語で喋ってる時は日本語で考えてると思います。日本語と英語が混じる会話の中では英語の方が強くなってきました。英語が分かる相手だったらもう英語で話しちゃった方が楽かもって思うかもしれないね。変ですよね4年後に自分がこんなこと言ってると思ってなかったので、皆さんも努力すれば必ず英語喋れるようになります。分からない単語や表現が出てきた時のアドバイス、気になることがあったらぜひこういうふうにいつも勉強してるっていうのを書いていただけるともっと具体的に提示できると思うんですが、まだ英語初心者の人だったらとにかく単語の引き出しを増やすことが一番大事だと思うので、もうやってらっしゃるようにわからないものをどん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 調べて書き出していってそれを使えるようにすることが大事だと思います。あとは中上級者の方でそれを使えるように変えていくためにはイメージで覚えるってよく私は言ってるんですけど、例えば熟語だったら例文とかを見ていてどういう時にどういう風に使うのかなっていうのを見てみて概念を抽出する感じでイメージで覚えるといいと思います。意味が伝わってるといいな。絵とか感覚で覚えるっていうことですね。分からなかったらぜひまたコメントで教えてください。はい、そしてつい先日出した留学に関しての動画リクエストなのですが、 ICU にいた時のお話やなぜ演劇を大学院で学ぼうと思ったのかについてお話ししたいです。 ICU にいた時の話はね、マユとのコラボ動画でも少しお話ししていると思うので、ぜひそちらも見てください。 ICU の時の話か、ちょっとまたこれは別のトピックとして動画にできそうだったらぜひしますね。今回は演劇を大学院で学ぼうと思った理由についてちょっとお話ししようかなと思うんですが、やっぱりニューヨークに行く、アメリカに行くって金銭的にも時間的にも精神的にも体力的にももういろんなコストを正直使ってくることになるから、そこまでするんだったら最高の環境に入りたいって思ったのが一番の大きな理由です。私の勝手なねその時は日本にいる時の判断ですけれども、大学院に行くとそのレベルの人たちと会えるんじゃないかなって思ったのもあります。あとは私も
大学にいて就活してたし、 ICU とかは自分で選んだとはいえ、今までそうやって教育を受けさせてきてもらった環境の中で、もちろん昔から好きだったとはいえ、急にそれを全部投げ打って演劇の道に行きますさよならってするのはなんかちょっと親に申し訳ないなと思ったんですよね。なので親に一番納得してもらえる形は大学院に行って、MFA を取ることが、もちろんね、私も両親もその当時は何が何だか分かってなかったけど、こう一番サポートしてもらえる形になるんじゃないかなって、思ったっていうのも実はあります。はい、というわけで今日は1月の振り返りをしてみました。こんな感じで、この企画楽しいなと思った人はぜひグッドボタンやコメントで教えてください。あと最近気づいたんですけど、なんかねベルみたいなマークを押すと、私が動画を投稿した時に皆さんのところに通知が行くらしいので、よかったらそちらもぜひぜひ押してみてください。1月はねプロダクションの準備ばっかりで、あんまりプロダクション自体がなかったので、結構 YouTube のことを考えて YouTube のスクリプトを作ったりとか、2月忙しくなるのが分かってたので、こう結構頑張って先のことと考えようとしてたんですけど、やっぱり私自身が楽しめるコンテンツが一番作ってて楽しいなと思ったので、ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。はい、というわけで日本も大寒波があったりとか、すごく寒いって聞いたので、皆さん暖かくして風邪ひかないように、してください。それでは今日の動画も見ていただいてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。